横浜市立大学横浜市立大学木原生物学研究所横浜市立大学木原生物学研究所は横浜市戸塚区にある横浜市立大学の淵研究所である植物科学全般の研究教育活動を行っている略称は木原県キーブルかつて木原県は設立者の木原人志門家を中心とした優秀な研究者が集う 生物学の一大研究拠点であった。また、横浜市立大学一貫後に一時期活動した文書も基礎医学の研究で知られた。現在では、6000系統の小麦、800系統の唐辛子の遺伝資源を有効に活用する研究を施行し、植物科学の研究拠点として、横浜市立大学大学院の研究、教育の一端を担っている。また、 理科学研究所横浜研究所植物科学センターと連携大学院の契約が締結されており、共同で研究、教育活動を行っている。木原県では横浜市立大学の次の研究科専攻から大学院生を受け入れている。1942年、財団法人木原生物学研究所として設立した当時は、 第二次世界大戦中という社会背景であり、幾多の混乱が伴ったものの、日本を代表する遺伝学者であった木原人志及び関係者一同の努力によって解説することができた。木原県は、補助、実験室、休養室等が完備され、当時の研究施設としては充実した内容を誇り、研究科は細胞遺伝学科、生理学科、応用遺伝学科で構成された。 また戦後中華民国に接収されて失われたが、海南島にも師匠が設けられ、亜熱帯環境における研究が行われた。京都大学に譲渡され、現在は京都大学の音楽部附属植物、生殖研究施設として利用されている。1957年、木原県は横浜市南区へ移転し、敷地規模1万坪で、本館は鉄筋コンクリート3階建てという立派な、 研究施設に生まれ変わった。1969年、国立遺伝学研究所の丘の上の飛び地を借用して三島分室を建築し、同年10月に開け室した。三島分室での研究は1978年まで続いたが、1979年に分室の建物を解体して、本館の敷地内に移築することになった。百八十二年、木原県は、 設立40周年を迎えて、創設の目的の一端は果たしたものとし、研究所の事業内容の継続を前提として、公的機関へ寄付されることになった。1984年、木原県は横浜市立大学へ移管され、横浜市立大学木原生物学研究所と解消された。横浜市立大学の淵研究所となった当初は、横浜市南区にあった。 旧医学部の施設跡を利用して文書都市基礎医学の研究を行っていた。研究部門も動物系、植物系に分け、遺伝子科学、細胞遺伝学、細胞生物学、生物工学の4研究部門の体制であった。施設の老朽化のため、1994年に横浜市戸塚区へ移転し、文書も本所に統合して、新たに植物工学、 生物科学の2研究部門を加えた6機関研究部門となった。現在、木原県は植物系の部門を中心として組織されており、植物科学の研究拠点へと変革を進めている。2010年3月4日、木原県内に開け出された。木原人氏の足跡を示す資料や記念品が展示されている。木原記念室開出記念講演会は、 秋篠宮文人新皇も聴講し、同記念室を観覧した。さらに、同年9月15日に、天皇、皇后の行行もあった。木原記念室は一般にも公開されている。ありがとうございます。